はい、こんにちは、みちみちです。本日もよろしくお願いします。ついにですね、共同生活もちょっと断念しました。一緒に飼ってるとですね、ちょっと威嚇したり、あんまり仲良くなかったので、とりあえず100円ショップ行ってですね、即席でゲージをね作ってみました。今までのゲージなんですけど、真ん中にまた仕切りをつけてですね、2つ別個で飼育するようにしました。この白いこのクッキーくんがね、よく脱走するんですよね、一緒にしてると。でなんかね、たまにじゃれ合ってるんじゃなくて、噛みついたりしてるんですよね、この茶色いチップくんですけどね。この子がちょっと噛んじゃうんですね、この白いクッキーくんのことをね。ちょっとかわいそうになったんで、ちょっとゲージを別個にしてみました。今は餌を食べてますね。豆腐を食べてますね、豆腐を。最近ですね、暑くなったり寒くなったり、寒暖の差が激しいんでね、ちょっとこの子たちの体調が心配なんですけど、今のところ元気いっぱいね、ご飯も食べますし、うんちもしますしね、元気よく遊んでますね。いずれまたゲージを一緒にしたいと思ってるんですけど、ちょっともう相性が悪いかもしれないんでね、ちょっと悲しいですね。一緒に仲良く暮らしてくれればよかったんですけど。2人とも豆腐が好きですね。豆腐とひまわりの種とペレットと乾燥ミルワームですね。ゲージはこんな感じですね。こんな感じで、こっちは一緒ですけどね、こんな感じになってます、はい。といったわけで、別々のゲージになってしまいましたが、ちょっとこれからも飼育していきたいと思います。はい、では本日の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。また次回の動画もよろしくお願いいたします。それでは、さよなら、さよなら、さよなら。